ていただきますが、この秩父銘仙も埼玉県の伝統工芸品の一つです。それからこの後工房にも入っていただきますが、工房で作っております小川の和紙、和紙紙ですね、それも埼玉県の伝統工芸品として指定されております。で、後でご案内しますが、今そちらの方のギャラリーは張り子、やはり小川は